YouTube どうもこんばんは、ピです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね、本日はですね、東京ガーデンシアターにてザ・クロマニヨンズのライブに行ってまいりました。ということでですね、久々のクロマニヨンズのライブなんですけどもね、今回はね、有明ということでですね、当日券が、後で言うんですけど、当日券が出ましたんでね、妻と行くことになりましたね。電車よりじゃあ車の方が全然いいだろうということで、最初から車で行くつもりだったけどね、有明まで30分ぐらいなんでね、超余裕でした。それと、東京ガーデンシアターね、いい会場ですね、ほんとね。こんな広いところでということで、コロナのね、自粛要請というか、それがあって、1時間早めて、確か、1時間じゃない、19時からぐらいかな、スタートがね、本当だったら。8時以内に終わってくださいということなんですけどね。で、当日券がね、出たんですけどね。一応、うちで、一応 E プラスにね、登録して行ったんですけど、そこにはね、席が書いてなくて、引き換え券とだけ書いてあったんですよね、妻の分が。おかしいなと思ったら、俺が会場を後でぐるぐる見回したら、やっぱりね、ここで引き換えるんじゃねえのって聞いてこなきなって言ったらね、やっぱここで引き換える形になってましたね。で、当日券で、要はね、あと、交換するだけなんで、席は決まってなかったんですよ。だからもう、早いもん勝ちというかね、いい席かどうかはもうわからんけどね。ガーデンシアターはどこでも見ても良さそうだったんですけど、自分はね、今回のね、クロマニヨンズ初めての最前列にもうほぼ近い状態。もう、XB っていうところでしたね。で、前から7列目って書いてあるんだけど、実質4列しかないから4列目なんですよね。いやー、ほんとね、全員4人のね、表情マジ分かりましたしね、演奏してる指先まで分かるというね、ほんとね、これでいてライブと違ってスタンディングじゃないんで、押しくらまんじゅうならない、喪主みたいな状態にならないんでね、いや、ちょっと最高でしたね、今回はね。で、グッズなんですけどね、今回はね、ラバーバンドとツアー T シャツというね、2つを買いました。次のね、時に、パンチのね、T シャツ結構気に入ってたピンクだったんですけどね、今回はね、本当赤なんだけどね、赤はちょっと買ってみました。そういうわけで、今日はですね、ご視聴いただきありがとうございます。ヨッピーでした。さよなら。